ゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん。コメント欄に米田ゆに似てると書かれたよ。調べたら本当に似ていたよ。似てるな。うん、似てた。びっくりした。まあバジカブルはその声でやってるんですけど、前からでもなんか小梅太夫だったの、名前は。うん、びっくりした。本当に似てるのがびっくりやよ。これだな、あいつのモノマネで食っていけるんちゃうかわい。お前はな、うん、あのコナンのアガサ博士に似てると言われていた。僕コナンのアガ、なんて、アガサ博士。アガサ博士。まあお前どうせ知らんやろ、見とらんやろ、コナンな、名探偵コナンな。うん、博士ね。そんな、まあそうやな、まあ光栄に思っとけや。光栄に思ってきます。コウメ太夫さん、見てたら、ごめんね。まあ、とりあえず黙っといた。謝っといた。もう下も回らねえや、びっくりしすぎて。いやー、そうか。ねえ。あ、皆さんお久しぶり、イエーイ。久しぶりですね、はい、サボってたのはね、ワイラものすごいやばい風邪ひいていてんだよね。そうなんだよね、うん、もう今年はなんか風邪が2種類流行ってまして、うん、B 型と A 型が流行ってる、同時に流行ってる、うん、ね、まあ、まさかインフルエンザって思うとるんじゃないじゃろうな。僕はインフルエンザとは思ってません。違うよね。3日目出してな、あの寝たら治りましたというそんだけです。39度近く、39度5分かな、うん、ね、行きましたけども、3日間寝てたら治りました。お前ね、こいつがね、自然療法に任せて病院行くな言うから病院行かずに置いたんや。、うん、そしたら病院にね、もうどうもこうもだから病院に行ったらね、なんで早く来なかったのって言われた。で検査したらもう何ともなかったかな、うん、そう、検査したらね、もう何も出なかった。だからね、うん、インフルエンザとか何だったんだかね、結局わからない始末よ。謎のままで終わった始末よ。治って、うん、でそれ終わってまた治ってからまた変な風邪ひいてやっとね、一昨日あたりのなんか本調子になったよね。そうですね、うん、とりあえずニコ生の方はね、何とかやったけどね。まあとにかくサボってました、すまん。そうですね、うん、僕もライブもね、ちょっと1本2本、ね、熱出してさすがにライブね、で元気になったと思うてね、ペーって出かけたらよ、うん、そこでもうまた倒れてよ。皆さんにご心配をおしかけする始末。ね、虚弱体質め、虚弱体質で、うん、ね、風邪ひいてるの知らんからさ、ね、1回目で風邪が治ったと思ってね、うん、出かけていったらなんか2回目で風邪もひいてましたね。なんかおかしいな、ね、うん、なんか何が起こってるかわからんかった。そう、体の中がなんかゾワゾワするんですね、うんうん、ゾクゾクじゃなくてなんかゾワゾワするような感じ。まあ無事に生きて帰ってこれて何よりです。そうですね、肺炎にもならず、お年寄りなのに。そうですね、まあ熱を出すことが大事だとかね、そんな本があったんで、うん、そんな本を読んだんで ね、で熱を出したら、治るらしいと、何でも何でもで、熱を出すのはええねんけどもね、下手に熱を出すと肺炎を起こしますから、ね、うん、そうだよ、特にお前のような年寄りは危ないからね。みんな真似するからやめろ。だから早くとも医者行きましょう、ね、行きましょう。でもね、お休みしてる間にね、ニュースがありました、うん、ほう、ジャズロケット2がリリースしました。柴田孔明のね、 CD ができたよ。はい、CD です、うん、あ、どこある、どこ置いてある。あ、全然用意しなかった。うわ、恐ろしい、おっかね。それでは、ジャズロケットね、2、ね、こういう風な、ジャズロケット取りに行ったよ、怖え、こんな感じです。ジャズロケット2言ってね、なんか北斗の拳2みたいに言ってね、はい、うん、なんとかこう桜の季節に間に合わそうっていうのを頑張って作ったんですけどね。そうだったの。でも全国リリースは6月15日ですけど、ね、全然かけないよ、梅雨だよ。梅雨の真っ盛りの時に、ね、はい、裏側はこんな感じ。あ、そんな感じ ね、ベースの人と2人でビバップ弾きまくり。そうですね、今回はまあ、いわゆるストレート直球、うん、古典ジャズですね、うん、古典ジャズ、と言われているビバップというジャンルですけども、うん、ビバップというのは、チャーリーパーカーとかね、
ディジー・ガレスビーとかね、それからもちろんピアノやったら、バド・パウエルですね、うん、ビバップですね、ピアノ大暴れでもうベースの人がヒーとか言って悲鳴あげてるのがチロッと入ってる止まるなと、いやお互いになんか行こうこのまま行こうみたいな感じですね地獄を見たり地獄を見せたりの地獄のアルバムだ。うん、だからそういうふうに、レコーディングはね本当にもうなるべく、パッと始まったらもう一発で最後にターッといってしまうという、うん、まあライブと同じ、気持ちですね、うん、あのまあレコーディングでは大概ちょっとこうどっかちょっとなんとなくやばいことになってくるとストップして、もう一回やり直そうとかってやるんですけども、まあ、そうすると、その時のこう気持ちが抜けてしまうことがあるんですね、うん、ですから、でも結構ね皆さん言ってるよね、レコーディングの時はさ、うん、やっぱりワンテイク目が一番いいって、よくてもツーテイク目だって。そうですね、あ、うん、後からみんな結構きつくなってくるのかな。そう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 、うん、まあ要するに、レコーディングというのもなんかねやっぱりあの飽きてくるのよね、うん、飽きてくるっていうか集中力がやっぱり鈍くなってくるね、うん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 、うん、だから、実は一発目っていうのがすごいんですね。ね、うん。だからできれば一発目で集中できて、うん、無事に録音が終わったら一番こう自然な感じでありますね。そうやね、うん。どうせね、少々ミスしてもミックスダウンで直してもらえるしね。あ、言っちゃいけんね。うん、いやそれはあのちょっとやっぱしね、あの、まあ、ちょっとぐらいミスタッチした時はパンチインしますけどね。パンチインね。まあでも、あのね、まあそういうのもなるべくない なまあなんかすっげえやべえこと言ったね、前すごいやべえこと言ったね、そんなわけで、うん、無事に録音が終わりまして、うん、ね、素晴らしいね、 CD、 だから素晴らしい CD って自分で言うほど素晴らしい CD ができたよ、本当すごいよ、うん、だから今回何が言いたいかというと、ストレートな直球のもジャズですね。あ、ちゃんとジャズを弾きました、まあ、ちゃんとジャズ弾いてますけども、あのいわゆるあの古典ジャズを、うん、あの思いっきり正面からぶつかっていって、うん、ね、スタンダードジャズな古典的なアドリブをやりっくり出しましたと、うん、そうですね、みんな聞いてね、はい、皆さん聞いてください。あ、曲目やね、曲目はねもう本当に古典的な、いや、そんなもんググれかす、スピークロー、ステラバースターとIt's All Rightウィズミーとかね、うん、ハニーサクルローズとかね、バッドノートフォーミーとか、もういろんなスワンダフル、マイフシャハート全部、皆さん好きだ、うん、ワイはねあれが好きだった、うん、あのストックホルムのやつ、ディアオールドストックホルムが良かったな、あとねもう一つ恐ろしいニュースが入っとる、ほう、柴田孔明がスカイプレッスンを始めたぞそうですね、うん、スカイプで遠隔レッスンができるようになりました、はい、ボーカルもピアノもできるんだけどよ、うん、まあ問題は時間よ、そう、うん、時間よ開講時間よ、時間よ、止まれ、スカイプだからよ、うん、あのあれができるじゃん、うん、ほら遠隔でじゃない、あのいつでもできるじゃん、そうだよね、でリアルタイムでできるじゃん、うん、だからといってですよ皆さん、うん、ここからよ、うん、ね、昼の2時15分から始めるのは普通の教室と一緒だわ、うん、ああ、うん、朝の6時までって何どういうことそれ、朝の6時までやってるジャズ教室がどこの世界でありますか、ほんまや、まあ、意識高い系の皆様のね朝活にもお役立てください、はい、行こうか、はい、今日はねもうサボってるのがいっぱいあったからね、質問特集だ、行くぜ、ドン、うん、ですね、ブルーノートスケールに書いたことではないのですが、まあ、スケールはスケールでね、こういろいろとスケール勉強したんですね、そしてスケールで遊ぼうとする、まあ、スケールでフレーズを作ろうとするとね、つい単純な、上り下りだけで終わってしまうと、ね、例えば C マイナーのスケール、 C ドリアンありますけどもね、これでせっかくスケールを弾けるんやけども、次弾いてしまうと、ね、上降下降だけで終わってしまう、上り下りで、上り下りで、そうですね、そうですね、スケール勉強したり初心者の方は大概こういう風にね、なってしまいがちなんですね、うん、じゃあこれをどういう風にしたらいいか言ったら、いろんなあの動きのパターン、ダンスで言うとステップですね、こういう風に動いたらかっこいいよっていうステップがありますね、うん、あのね、スケールもやっぱし
これこのスケールは一つのスケールを学んだら、これをですねちょっとこう一つ飛びに動いてみる。先生先生、それも上り下りじゃないんですか？上り下りなんだけども、普通の上り下りはだ。これも上り下りですね。上り下り順番にちょっとジグザグに上っていく。あ、ジグザグをやってみよう。ね、そうすると。ちょっとジグザグ。ジグザグ。ちょっと楽しい。下降系、上降系。行ったらいいよね、うん、ジグザグだね。今度は、はい、ね、面白いな。そうすると、だけどちょっとかっこいいな。今度はもう一個増やして4つずつ。面白いね。面白い。リズムを変えると。これを速くすると。かっこいいよね。かっこいい。かっこいいね。燃える。うん、これ今までフレーズがつながっているフレーズですね。割とお隣さんの音を使って、うん、ちょっと今度離して、アルペジオっぽく弾くってこと？そうやな、アルペジオかな。こういうなんかパターンですね。動きのパターンっていっぱい、うん、あるんですけども。でもそれも全部上り下りじゃんか。うん。上り下りって上り下りしかないのか。うん、そんなことない。だからこれを、ね、例えば、徐々に上ってますね。うん。これを飛ばして。ですね。これも上ってるじゃん。うん。だからこれも上ったら降りたりする。結局上り下りじゃん。登ってばっかり降りてばっかりを、うん、するところもありますけども、登ったり降りたり、登ったり降りたり、あるいは登って登って降りる降りるとかね、うんうん、でも登り降りしかないじゃん。そう、登りも降りもしない。登りも降りもしない。じゃあ登りも降りもしないするのはどうするんですか？連打。おいえそれもなんとなく降りてるじゃん。これなんとなく置いてくるよね。あ、どうすんの？これは場所の移動。結局フレーズってのはもうどっかで上がるかどっかで下がるかっていうもんな。まあ所詮そうやな。だからそれを登ってばっかりとか降りてばっかりとか、うん、あるいは、登ってばっかり降りてばっかり、登ってばっかり降りてばっかりやってると、あーって動きが単純になるから、はい、ここはやっぱり登って登ると見せかけて降りる、3歩進んで2歩下がる、うん、的な感じ、ね、うん、そうそう、そんな感じ、うんうん、でそういうのを、ね、そのパターンです、ね、なるほどね、うん、だからこういうパターン、うん、パターンありますね、うん、こういうパターンは今度は繰り返してもいいしね、うん、あるいはで、何が退屈するかというと、同じパターン弾いてると退屈しちゃうから、うん、
違うパターンを織り交ぜていくっていうやつか。そういうこと。絶対違うパターンを織り交ぜていくと面白いですね。なるほどね。そういうことですね。そういうことだってさ。で、そのパターンはね、あの、サウンドで動いたり。うん、隣の音ばっかり探って。うん、動きいっぱいあるんですね。なあもうちょっとメロディアスなんとかできへんのか。うん、あとメロディアスなんてなってくると、自分でこう歌ってみる。あ、なるほど。体から先に出すってことか。そう、体から出てくる。なんか歌いたくなるような。うん、ぽよ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 よよって感じね。そう、だから僕のピアノの先生が教えてくれたのは、自分で歌いなさいと。歌いながらドリブしてる人多いよね。多いよね。で、あの、歌えないものは弾かないよとかね。歌えないものは弾かない。まあ、鍵盤ですからね、でも動くんですよ、こうやって。まあ、歌えないということはメカニカルってことやから、ね。そうですね。だから歌いたいフレーズを弾くんだったら、自分で実際歌ってごらんってことですね。歌ってごらん。歌いながら弾く。歌ってごらん。シャバラ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 バとか、ちょっと結構歌、あの、曲っぽいなるよね。うん。だから、でもこれもね、メカニカルななんか。これこういうことも面白いねんけど。この好きは今こういうのが好きですね。まあ、こういうの好きやってる人もいるし、だから逆にこんな。メロディアスよ、メロディアス、メロディアス、ごめんね、スペーシーとか言ってて、結構この辺のフレーズってすごく、あの、古典的なフレーズやな、うん、ね、ちょっとね、うん、こういうパターンがありますね、うん、パターンもいろんなとこから寄せ集めてきて、いろいろとにかく頭に入れて、はい、そこでね、うん、僕の新しい CD から盗めっていう時計宣伝しろ宣伝しろ、はあ、家計のためにはい、この中にもたくさんのフレーズ入ってます。はい、そうだそうだ、送ってください。はい、そうだそうだそうだ、いい感じだそしてワイが旅行に行けるという量、そしておにぎりせんべいも買い込めるという。あ、おにぎりせんべいだな。はい、おにぎりせんべい買い込める、うん、1枚売れたらお前いくつおにぎりせんべいが買えるの。ほんまやなほんまお前計算のできん男やな。見たな。死にちまめた。おにぎりせんべいいくつ買えるか。さあ、いくつ買えるか。おにぎりせんべいがどれだけ価値が思ってると思ってるんだわ。あっちゃん、言うこと違うな。お前全部おにぎりせんべいが標準だった。まあな、そのあたり。お前だってさ、赤福を基準に考えてみろや。赤福餅いくつ買えるねんとか。せや、赤福餅いくつ買えるねんとか言って考えたらすごいことやで、これは。そうですね、すごいことですね。うん、はい。よろしくお願いします。伊勢の名物。赤福餅はいいじゃないか。うん、なんかお前いい具合に拳が入るような。ちょっと音程がちょっと怪しい。日本の心や。や、日本の心を、イエーイ。日本の心ですね。はい。まだある質問。今日は。はい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 。ね、8分の6拍子で歌いたい。ね、ということで、8、6って言ってたら、それはジャズワルツやと、ちょっと笑われましたということで。8、6、あー、藤原東武店か。藤原東武店か。え、何もない何もない、こっちの独り言。8分の6拍子やります。うん、ね、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、たた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 た、一小節にペーポーペーポーポーって感じがするんですけど、これワルツじゃないんですか。これワルツやな。ワルツだ。ワルツって4分の3やん。ペーポーペーポーペーポーペーペーポー、これはジャズの世界っていうか、僕らの仲間のうちではこれはもう4分の3拍子ですね、うん、どんな速くても4分の3拍子の速いやつ、うん、86になったら何ですか。86って何ですか。86って8分の6拍子やから、でも割ったら4分の3になる。ちょっと待ってよ。ロックバラードじゃん。
拍子言うたらな、うん、だってそうだよね、4拍子3だったら4ビートだ、まあまあそういうふうに今ちょっと86で無理やりちょっとあのワルツっぽく弾いたけどね、うん、だから86いきます。86がこんな感じです。じゃ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 。オールディーズじゃ。ワンツースリーワン、あれかな。ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー。これ6つ入ったやろ。うん、6つ入った。ワンツースリー、ワンツースリー。次も次、ワンツースリー、ワンツースリー。86ですね。そうやな、だから。で、86にもうちょっと増えて、8分の12拍子。また気持ち悪いこと言い出したぞ。これはもうちょっと増えて。チャ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 に増えて増えてやろ。要は8ビートってこと？ 1、2、3、1、2、8ビートじゃないよね。じゃないの？ 8分音符が12個、一小節に12個入ってるか、で、その8分音符を全部弾くってこと？そう、全部弾いてるな。なるほどね。これ12個入ってるよ。ねえねえ、8ビートってなんだっけ？8ビートは、ズン、ズン、ズン、チャ、ズン、ズン、ズン、チャ。あ、なるほどね。また違うんだ。すげえ知らなかった。1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、6
にした、口にした、口にした、口にした、ピヨン、口にした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 、おいえー、とにかく一小節に、一小節に80音符が6個やな、うん、奇数で入ってる。なんか分かった気がするぜ。で、一小節に80音符が12個は、うん、1、2、3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 、なるほどね。でもなんかあの ものすごいもう近い親戚やったかな。うん、ご親戚。86、あ、まあ、いわゆるちょっと今日の話題は 86 っていうね。86、うん、僕ら言うと8分の6拍子。うん、あ、なんかいい曲だそれ。なんだっけなんだっけ、いい曲じゃんか。ここまでなんか出てる。なんだこれ、なんだっけ先生。The End of the World。 うん、あ、そうだそうだそうだ。8分の12かな。タタ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 タ。あ、なるほどね。タタ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 タ86かな。これは有名な曲。あ、あれですね。ダダ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 ちょっと譜面見ると分からんけど、非常に86と8分の12はあのもうほとんど、まあ、8が下につくって感じですね。違うだけで、ちょっと数が違うだけで譜面見たら載ってます。8分の12、8、
フィーリングは割ともうほとんど一緒ですね。数が多いか少ないか。だから大体8って聞いたらその2曲とか大体思い出しときゃいいわけよ。8、6とか8分の12とかね、はあ、うん、こういう感じですね。 OK、うん、あくまでもジャズワルツの速いやつは1、2、3、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 
僕はね、うん、さあ最後の質問いくぜ。最近ブルーグラスにはまっているんですが、ピアノで演奏することはできますか？ブルーグラスって何？ブルーグラスってカントリーグラスなんちゃう？これもあまりにも有名やな。これ有名な曲なんない？カントリーロードっていうやつ。そう、故郷で書いてジョン・デンバーかな。うん、まあ、ここでうんた、うんぱ、うんぱ、まあ、これはあのすごく、今のカントリーウエスタンはもっとモダンになってるかもしれませんけど、昔の方が典型的なあの、ね、カントリーウエスタンはうんちゃ、うんちゃ、うんちゃ、うんちゃ。でも弾けるの？まあ弾いてるやんって話やね。こんな感じちゃうかな。で使うスケールはですけど、これ大事だね。メジャーブルーススケール。うん。これがもうカントリーウエスタンではもう絶対やな。あの秘密のスケールですね。聞いただけでちょっとカントリーっぽいやろ。カントリー、あのバンジョーとかそういうやつ。そうやな。うん、そうだな。うん、ペンポンペンポンやってるけど、なんかあのラグタイムとかとはちょっとちゃうな。そうやな、ラグタイムとはもっと違うよね。もっとちゃうね、うん、でも非常に似てる、このスケールね、似てます、うん、メジャーブルーノートスケール使うと本当にそれっぽくなる、でこれはもちろんブルーあのジャズのねブルースとかにも使われてますけどね、うん、あのすげえ、こんな風な感じになるんちゃうかな。なるんちゃうかね。ただ今 の, あのカントリーウエスタンはね、もっともっといろんなカントリーウエスタン出てきてます。 ものすごい、うん、今も言うたようにちょっとすごいモダンな音でね、うん、やってますけどね、いろいろ研究してみてください。僕ちょっとカントリーウエスタンあんま知らんので、うん、まあ、このぐらいしかやってみたらできるよって感じ。あ、そうはできるよ、うん、ブルーグラスはピアノでできますかってことやから、まあできるってこと。そうだね。で使うコードはまあこういうとかそんなことじゃなくて、テンション的な、テンションも入れんと単純な、テンションあまり入れずにメジャーブルーノートスケール、ただし昔のね、あのカントリーね、あー、ジャンバラヤとかも昔のカントリーになるの？トゥ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 。そうやろ、これもしなややこしいこと言ったらタタタタタタタ、あんま合えへんもん。やっぱり単純な、それはやってはいけない感じですね。あとメジャーセブンとかおかしいやろ、タタタタタタ、合えへんな、合えへんな、合えへんちゃうかな、うん、タカタッタ、うん、タカタッタ、うん、ちょっと運動やろ、うん、まあ、やっていいことと悪いことあるって感じ、ボスの前やったらいけよな、その場合は、ね、うん、メジャーセブンがカントリーワイさんではあんまりせん。なるほどね。セブンスは使うよね。うん、
というわけでね、まあ大体30分経ったわ。そろそろ締めようか。はい、もうね、ワイは自主的にね、こういうことをちゃんとすることにした。はい、じゃあお願いします。はい、ありがとう、今日もね。はい、なんかありがとうね。お久しぶりでございましたけれど、皆様いかがでございましたか？お役に立ちましたでしょうか？というわけでね、今日もね、ここに登録って出るから、登録して、ワイらとお友達になってくれましたら、ワイ、とっても、喜びます。ウィーというわけで、それでは皆様。